こちらはワンナイフマッチの1デートになるんですけども、こちらのリングは例えば世界中のプレイヤーと遊んでいるときに言葉を使わなくてもコミュニケーションができるようなツールの一つとなってます。へえ、言葉を使わなくてもチームワークが取れる。そうですね、もちろん、ね、ボイスチャットに対応しますが、まあ、ちょっと無理がある場合は、ちょっと恥ずかしい場合はこちらを使ってもいいですね。言葉を使わなくても大丈夫。はい、このようにアナログシステムもこのシャッターとかにも使いまして、このようにちょっとだけ開けて自分の身をシャッターで守りながらチームメイトを下の方から送って、うん、送ることもできるので、へ、こういったような遊びは非常に自然に生まれると考えてます。すごい動きがスムーズ。この青く光っているところはこのようにカバーができますね。青く光っているところがこういった形で隠れたりするときに使えるんですね。今ちょっとアナログカバー使ってまして、ちょっとだけ身を出して出したりしていたんですね。すぐ全部出すと撃たれてしまう可能性があるので、なかなかでも敵と遭遇しないですので、ちょっとそうですね、今のところ嫌な予感がしますね。あ、やっぱり待ち伏せでしたね。このように、先頭に立てる、プレイヤーはシールドを使っているので、はい、拳銃はもちろん機関銃ほど早く撃てないんですけど、頭は守られているので、はい、おお、これは高度な技ですね。その白兵戦のツール、そのゾンビバイルは、はい、だいたい一発で倒せるんですけど、そうですね、タイミングよくバスバトンを押すと、そう、かわして反撃ができるんですね。すごい。このようにこの武器を持っているから最強というところはなく、あくまでもプレイヤーのスキル次第というところですね。なるほど、どの武器をどう使いこなすか、はい、どのタイミングでみたいなのも大事になってくるということですね。このように一つ一つのラウンドは非常にスピーディーでテンポが速く、はい、負けてとしても次のチャンスがすぐ来まして、そうですね、その間なぜ負けたかと考えていただきまして、すぐまた反撃を打つ機会がいますね。なんかこれすごい立体的じゃないですか、下のところとかも見れたり。そうですね、こちらのフィールドはコンパクトな作りとなってるんですけど、非常に複雑な作りとなってまして、はい、やっぱり人体戦となってるので、うんうん、やっぱり人間のそのずる賢いところをなるべく生かしたくて。なるほど、はい、ただし今一方どういうふうに自分の背中が割り取られるかをよく分からないですので、常にちょっと気配を張らないと。このように取られましたね。おなんですけど、まあ、全く同じ状況がこちらの方にもありまして、でゾンビジャマは壊されたので、今ゾンビジャマ壊されました。そうですね、ちょっとピカピカしてるところが見えるんですけど、ゾンビをもう襲ってきますね。本当だ、もうザ・バイオハザード状態ですね。わあ、ちょっと群れが大きすぎた。あ、はい、すごい。あれでも死んでしまった。そうですね、倒れてしまっても、はい、こういった形で、そうですね、このように参戦できるので、自分のチームメイトにその戦況がどう動いているかと、戦場がどう動いているかのをすぐ伝えできるので、はい、自分が倒れてしまってもチームメイトが生き残っている限りはちょっと楽しめますね。そうですね、ハイの動きも相当機敏でしたからね。どうなんでしょうか、ゲーム画面だと。そうですね、実際 の先ほど川田から説明があった通り、そのいつさんと同じプロに動きを見せていただいて、はい、それを取り込んでる形になっているので、うん、非常にリアルな動きとなってまして、はい、このように、まあ、どのゲームにもあるようなカバーがあります。はい、先ほどのような、ね、壁があります。まさに逸也さんに実演していただいた通り、この段階的にいけるんですね。本当だ、ちょっとずつちょっとずつ出るみたいな。これを難しそうに思われるかもしれませんけど、はい、こちらのアナログボタンの押し加減だけで
左右 ね、左右の画面でそうなんです、左右の画面にコントローラーの動きが見えると思うんですけれども、そうですね、ぜひご覧ください。対人戦だからこそこの CU は非常に重要だと思いますね。もう打たれてるところで自分を打ちたいけど身を完全に出さなければならない場合はもう誰が死ぬかをよくわかんないですけど、ちょっとだけ出してやるとおっていうメリットがあります。また上下の先ほどの動きも可能ですね。やってましたね、いつやさんが上から出て、上から出まして、はい、そのまま下に行くか、上から出て隠れて下、おこの非常に機敏な動きは一瞬でできるんですね。本当ですね、はい、これに加えまして、はい、まあ、いろんな動きはやっぱり非常に速くて、うん、あのテンポが速いゲームなので、はい、例えばしゃがんだ状態での動きが速いし、本当だ、これは多分もうリアルミリタリーに近いところだと思いますね。また報復前進、よく他のゲームでは報復前進がかなり遅い感じですよ、実際にはかなり速くできるんですね、はい、軍人などは、はい、こんな感じで、まあ、マップの複雑な構成を利用しながら、自分の姿勢も利用しながら戦っていきますね、はい。思ったよりも本当にスムーズな動きで、はい、まさにあの逸也さんの動きを見てるみたいでした。そうですね、はい、ぜひうん、すごいですね。